ねえマリサ、今日は久しぶりに私たちがメインのゆっくり実況らしいよ。最近はオープニングでちょびっと出るくらいだったからな。今日は、張り切って実況していこうぜ。うんうん、頑張ろうね。さ、先行き不安なんだぜ。さて、今回はこのコースから遊んでいこうか。不可能を可能にする男、なんだかかっこいいタイトルなんだぜ。クリア率も高かったし、一発でクリアしちゃうよ。お、おいでも、これは一体。こんなの不可能でしょうが、畜生めこれ、どうすればいいの？久しぶりのゆっくり実況なのに、いきなりリタイアしちゃうことになっちゃうの？まあ落ち着け霊夢。クルリンを入れて向こうの壁まで行くのは間違いないみたいだから、その先をどうするか考えてみるんだぜ。そんなこと言っても、向こうの壁に行くだけでも難しいんですけどね。確かにな。コメント確認したら何かいい情報あるかなと思ったけど、特に何もありませんでした。これ、完全にクリア率詐欺だな。マリサ見た？こんな壁キックができるんだね。まさかトゲの下で壁キックできるなんて。これさえわかれば、不可能を可能にする女、霊夢、行きまーす。本当に行きやがった。お前本当に霊夢か？最近出番少なかったからね、裏でじっくり練習していたんだよマリサくん。うざいのは変わってないみたいだな。それでは次のコース遊んでいくとするか。ギリギリ、行けるんだよな。何か？マリオガに決まってるだろ。どこに行くの？玉の輿に乗りに行くらしいんだぜ。はぁ？マリサ何言ってるの？これはゲームだよ。マリオがそんなことするわけないじゃん。バカなの？お前、それ以上何か言ったら今後一切出番なしにしてやるからな。やばい。これはマリサ本気で怒っちゃってるよ。うまくごまかさないと、本気で出番がなくなってしまう。どうしよう。あ、そうだ。ねえマリサ、バナナあげるから機嫌を直してよ。大好物だったよね、霊夢。今まで世話になったな。お前との付き合いも今日限りなんだぜ。それじゃあな、マリサ嘘でしょ？マリサー。